はい、坂井です。今回のね、香港おすすめポイント、やっぱ香港は夜景。今実は香港雨上がりなんですけど、いきなり空気が澄んで、我々ちょっとスカイバーに来たんですけれども、厚生米のですね、チャンプっていうところのスカイバーに来てもらってます。アウトサイドではですね、タバコも吸えますし、少し、大人な雰囲気、規模なんだけれども雰囲気はとてもいい。ちょっとあのお見せできないんですけれども、でも雰囲気はいい感じでございますよ。やっぱりね、綺麗。昨日ね、あの見えるかな、あの塔、リスカルトなんですね。あれ多分前回お届けしてるその動画が、あの100階から届けてるんですよ。その逆側、香港島から見てるってことですね、今は。はい、やっぱりこの間はすごい高いアングルだったんですよね。で、今回はというと、もう本当に目線が高層ビルの方と合ってる形。でもここね、25階なんですよ。なるほど。で、僕、香港の友人から教えてもらったんですけれども、とてもおすすめ。だって土曜日の夜なのに、すっぱり入るんですから、ね、こんなとこあんまないですよ。なんでこれちょっと隠れ家的な場所なので、内緒でお願いします。ご視聴ありがとうございました。この動画良かったと思ったら、いいねとですね、コメントの方よろしくお願いいたします。また、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私佐久間はですね、 Facebook、Instagram、LINE アットの方をやっております。詳細は説明欄の方に、ございますので、ぜひとも、全部登録お願いいたします。